人事部長長ユーーーチュバの谷です、えー、今回はですねまあちょっとこう顔を見ていただければ分かると思いますけども先ほどまでオンライン飲み会をしておりましたほ、まあ、本当このポロシャツと同じ顔色になっておりますけども、まあ、そんな中で動画の方を撮らせていただいておりますで今回ですねその同学年同学年でのコミュニティのオンライン飲み会でありました で16人の方が、まあ、途中参加の方もいらっしゃるんですけども16人の方が最終的に参加されていて、まあ、それについてですね今回ちょっと思ったこととか気づきとかですね学びがあったので、まあ、配信をしたいと思いますでまずですねオンライン飲み会自体は、まあ、以前の動画でも撮らせていただいたようにですねやっぱりこうこのご時世、えー、っていうのも含めてオンライン飲み会はありだなーっていうのをすごく改めて感じました 本当、まあ、この2時間ちょっとぐらいの時間なんですけども、えー、まあ同学年同級生という共通のキーワードでですねいろいろと話が進展していくんですよね。でその中でやっぱりまあそれなりの年齢ですから、まあ、有益な情報をお持ちの方ってたくさんいるんですよ。だからそういうのを、まあ、いろいろとコミュニケーションしていく中であのシェアいただいてですね、まあ、私自身もいろいろ勉強になってる部分が、まあ、なった部分が あるんですよ、えー、例えばですね、まあ、今回まあ,あの、まあ、私は YouTuber としてやってるんですけどもその私よりも本当にこうチャンネル登録者数がもう3,000人近くいらっしゃる方がいらっしゃってですねその方に、えー、いろいろとちょっと YouTube の話を聞かせていただいてこれがいいとかですねライブやった方がいいよとかですねそういうこともお話を聞いてあもうそ,そうなんだなと思ってもうなと思って。 もう私自身はもうすぐやろうと思ってはいるんですけどもやっぱりそういう、まある意味身近の方でその実際にも先に行ってる方がいるとですねそういう方にいろいろと直接こうお話を聞く機会があってですねいやそれをですねもう即,即学んだことを実践しようというふうに私自身はもう決めましたので、まあ、それを実践していくということがまあ,ありますよね。 で、やっぱりですね。改めて思ったのは、この年齢が同じ。まあ同学年っていうですね。このきょすごく強力なきあの共通点というのがあるっていうことは、すごく大きいなというふうに思いました。まあ、今回、あの、本当こう、全国からですね、参加をされているんですけども、まあやっぱりこう、同学年っていうのは、やっぱり生きてきた世代がずっと同じなので。 例えばですよ、例えば、まあ、小学生や中学生の時とかにやってたこととか、そういうことも、まあ、近い部分とか、わかるわかるとかですね、そういう、あと昔流行ってたこととかですね、そういうようなことがですね、まあ、割とこう、共通になったりとかですね、えー、知ってるとかわかってるとかですね、そういう感じになったりするわけですね。あと、まあ、テレビ番組とか、そういうのも、まあ、なんかこうね、共通だったりとか、あとまあ、 昔であればですねやっぱりこうラジオとかですねそういうのも聞いたりとかしているという世代なわけですよだからそういうのが話題に出たりとかしたりしますよねでまあそういうのでコミュニケーションというのはどん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 進んでいくわけですよだからまあ共通点っていうのは本当にすごくこう強力だなというふうに思いました だから今回こう共通点っていうことでまあ派生して考えていくとですねまあ年齢同学年っていうのはすごく大きい共通のキーワードだと思うんですよ。う本当大きな共通点だと思うんですけれどもまあ,あとはですね例えば出身地とかえまあ今住んでるところだったりとかあとまあ昔やってたその部活とかねサークルとかあとはあ好きな まあ、こと趣味とかですねそんなことの中でまあ対話コミュニケーションというのは発展していくなというふうに感じましただからやっぱり共通点を見出すっていうことこも改めて大事だなというふうふに感じましたなかなかねあのそのコミュニケーションがこう進まないっていうこともあのね初対面の人だったらあったりするじゃないですか。 だけども何か一つ共通点が見つかっていくとその話題の中で進展していったりするわけですよね。で特にレアな共通点ですね。レアな共通点ほどぐっと距離ってあの近くなるわけですよ。例えばですね私はまあ出身地が島根県ですからこの島根の出身の人っていうのはもうそもそも少ないんですよ。だから、 私はまあ今横浜に住んでますけども、まあ、横浜で島根出身の人に出会ったりとかまたはご両親のまあどちらかが島根の出身だとかです、まあ、そういうこととかがあるともう本当にこう距離ってぐっと近くなるんですよ島根出身の人なんてほんと少ないですからそういうのがあるとギュッと近くなったりするとかそういうのはありますよねであと、まああの まあ住んでるところでも絞れば絞るほどまたこう共通のあ共通点としてはですねすごく大きくなるかなと思います。私はよ横浜市の青葉区っていうところに住んでますけどもその青葉区の、えー、住んでる、まあ、私は同友会っていうところにあの所属しててそこのまあこう仲間の方で青葉区に住んでるとかですね、まあ、それをまたこうねすごく共通点になったりするわけですね。 だから共通点ってすごく大事だなっていうふうにまあ改めて感じましたであとはですねまあたまたまでしょうけどもその今回同学年の中に、まあ、私がまあ何,年まか何年前かにですねリアルにお会いしてる方がいらっしゃってですね、まあ、その方がまあ今回参加されて「ああ久しぶりですね」っていうこともまた対話が始まったりとか。 そういうのがあったりとかですね。あと、まあ、あの、別の方もですね、えー、このコミュニティに入られて、今回のコミュニティに入られていてですね、また再会をしてると、再会をしたりとか、そういうなんかつながりがあるんですよね。 であとまあ本当今回の中にはですねもうベ,ストベストセラー作家の方もいらっしゃるので、まあ、そういうなんか同学年の中でも本当こうね、えー、すごく活躍されてる方もいらっしゃるので、まあ、そういう方からもですねいろいろな学びが得られるなっていうのを改めて感じましたほ、まあ、本当ですね、うん、まあオンライン飲み会まあお酒を飲む飲まないは別として こういうリアルになかなか会えないっていう状況の中でやっぱりこういうオンラインの中で何かをしていくっていうのは本当にありだなっていうのはすごく感じました。うんだからまず,まずやっっててみる本当こう距離をね超えた形でこう対話コミュニケーションができるので、まあ、こういうのも試験的にでもやってみるっていうのはすごく価値があることだなというふうに改めて感じました。 まあ、ということで、本当今回はですね、まあ、楽しい時間だったということもありましたので、まあ、オンライン飲み会、まあ、同級生ですね、えー、同学年の、えー、オンライン飲み会に、まあ、参加してですね、感じたことをお話しさせていただきました。ということで、今回は以上になります。ぜひ、高評価およびチャンネル登録をお願いいたします。